。白井がいる。直接打った、先制。さあ愛媛が先制しました。浦田が決めました。浦田はシーズン3点目、欲しかった欲しかった先制点がようやく愛媛に入ります。夏の夜空に愛媛の花火、浦田花火がまず一発上がりました。距離もあって、大西さん、タイミング的には非常にいいタイミングで打ってきましたね。そうですね、コースちょっと佐藤の方としてはブラインドになったかもしれないですね、はい、この攻撃能力の高さが浦田の特徴ですからね。そうですね、この蒸し暑い蒸し暑いニンジリアスタジアム、この湿気を吹き飛ばしました。愛媛